皆さん、こんにちは。よしえです。今日もポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。はい。今日は何をお話しするかというと、さしすせそです。あれ？前回もさしすせその話しませんでしたっけ？って思った人もいると思うんですけど、はい。前回は、調味料のさしすせそについて話をしました。今日は褒め言葉のさしすせそです。はい。相手を褒める時のさしすせそです。このね、さしすせそ、褒め言葉のさしすせそって結構いろんなところで聞きます。例えばね、雑誌とか、新聞とか、ネットの記事とか、で、よく、ビジネスマンが使うべき、さしすせそとは、とか、合コンで女が使うとモテる、とか、なんかそういう感じで、なんか、ちょくちょくね、たまに見ます。はい。まあ、そういうふうに、ちょっとネタにされているような、言葉でもあるんですが、私は割とよく使うんですよね。まあ別にそういう合コンで使うとかビジネスで使うとかじゃなくても日常生活に応用できる日常生活で使うこともできるような言葉がたくさんあるので日本語を勉強している皆さんにも何かいいなんていうかこうレスポンスをするときの、まあ、選択肢として知っておいたらいいんじゃないかなと思って今日はシェアします。はい。では、まず、さです。さすがだね。と、最高ですね。です。はい。まあ、ちょっとなんとなく、なんか、ネタっぽい感じってわかるかなと思うんですけど、まあ、さすがですね。さすがだね。っていうのは、まあ、想像してたけど、あなたがすごいって分かってたけど、やっぱりね、みたいなニュアンスです。だから例えば、上司とかが、もう今日のプレゼンうまくいったわ、みたいな時に、さすがですね、みたいな。ボスさすがですね、みたいな感じで言うと、まあボスが嬉しいとか、なんかそういう感じでね、言います。とか、まあ最高ですね、最高だねっていうのはやっぱり、まあ言われたら嬉しい人も多いですよね。例えば、なんだろう。今日ご飯おごってあげるよ。最高ですね。ありがとうございます。みたいな感じですかね。まあ私はこの最高ですねとか、さすがですねっていうのはあんまり使わないですね。はい。じゃあ次。し。はい。知らなかった。知らなかった。です。これは私結構使いますね。本当に知らなかったら、知らなかったって言います。はい。やっぱりでも、まあビジネスの場とかで、自分が出した情報とか、なんかアイディアとかが、相手が初めて知ったようなことだったら、なんかこう、嬉しいですよね。いい情報を提供してあげられたって思うので、知らなかったって言われると、まあ嬉しい人も多いと思います。はい。次は、さしすですね。すごいですね。すごいですね。これいっぱいあるんですよ、すは。すごいですね。素敵ですね。あとなんだ。素晴らしいね。ここにね、紙で書いてあるんですけど。すごい、すごいと、素晴らしい、素敵とかですね。まあ、すごいは私もよく使うかな。なんか、具体的に何がこう、すごいっていうことを言わなくっても、やっぱ、驚いたりとか、そういう、こう、感情は伝えられるので、よく使います。まあ、すごい、すごいはよく使うけど、まあ、素敵ですねも結構使うかな。素晴らしい、
素晴らしいですね。まあ、意外と使うかな。まあ、どれも結構使いますね。はい。ぜひ使ってみてください。はい。あとは、サーシースセ。はい。次は、センスあるね。はい。センスありますね。うん。これは、まあ、例えば、洋服が可愛かったりとか、かっこいい服を着てたりとかしたときに、おしゃれだねとか、うん、その服可愛いねって言って褒めるのも全然ね、ありですよね。でも、やっぱセンスあるねって言うと、まあその人のセンスすべてを褒めることになるので、まあ、言われた方は結構嬉しいですよね。ああ、私ってセンスある、いい人なんだ、みたいな。センスいい人なんだって思って、まあ嬉しいのかなと思います。はい。次は、サーシースーセー、セオソ。はい、そうですね。はい。そうなんだ、と。そうなんだ、と。そうなの？尊敬する？みたいな感じですね。うん、尊敬するって、あんまり使わないですね。うん、まあ、すごく尊敬する先生とか、上司とか、そういう人に対しては、尊敬しますって言うかな？まあ、面と向かっては言わないかもしれないですね。直接は。まあ、例えば先生とかね、その、ボスがいないところで、あの人のこと尊敬してますね、とは言うんですけど、あなたのこと尊敬してます、みたいなのは、あんまり私は言わないです。まあでも言うのもね、ありだとは思います。はい。うん。そう、あ、そうなんですね。とか、そうなの？は、よく使います。うん。結構便利な言葉ですね。これも、知らなかったと同じような感じで、新しい情報が入ってきた時に、驚きをね、表現できるので、とっても便利だと思います。はい。では、これで簡単にサーシスセソをね、紹介し終わったんですけど、どうでしょうか？使えそうですか？うん。やっぱり会話しているときに、うん、ただ聞いていて、うんうん、うんうんって言うだけではなくて、いろんなこういうレスポンスの仕方を知っておくだけで、結構会話が盛り上がりますよね。うん。使いすぎると、ちょっとわざとらしくなってしまって、なんか相手もね、本当に思ってるってなっちゃいそうですが、まあ、ちょっとだけ使う分には、ね、便利な言葉だと思います。ぜひ使ってみてください。はい。では、今日のこの動画が面白いねと思ってくれた方は、ぜひチャンネル登録と高評価、そしてインスタグラムもやっていますので、そちらのフォローもお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。